どうもこんにちは。今回は仮ギターソロの差し替えをお願いできますか、できればいくつかっていうようなリクエストがあった場合、これ例えばですね、作曲する人がいて、あ、これ間奏にギターソロが欲しいなと、そう思った時に、ギターソロか弾けないなっていう方は、まあとりあえず打ち込んどこうかっていうんで、まあ、サンプルのギターとかでこうピピピって打ち込むわけですけども、その曲が例えばいい線までだったっていう時に、クライアントからこれギターちょっと打ち込み臭いから、ちょっと本物のギターにちょっと差し替えたいなっていうリクエストがあった時に、どんなことをやるのがいいのかっていうのをいくつかパターンを弾いて紹介してみたいと思います。じゃあまず、元の打ち込みのギターを聴いてみてください。こんな感じで、まあ一応ギターっぽい音ではあるんですけども、ジャッカルのいわゆるカラオケボックス感っていうんですかね、それは拭えてないかと思いますが、いかがでしょうか。で、例えば音色はちょっとイマイチだとしても、この音源で例えば広告代理店とかレコード会社とかいろんなお偉いさんとかに過去方面聞いてもらっちゃってる関係上、フレーズは変えられない、これありますよね。その時にやっぱり印象を大きく変えるわけにはいかないですよね。そういった縛りでレコーディングするときに、ケース1として仮ソロとフレーズ全く同じなんだけど、一応本物のギターで弾いてるっていうパターンと、それ聞いてみてください。こういう感じで、まあ当然生のギターに差し替わっただけでもこれでよしとする場合もありますし、まだありますね。じゃあケース2、フレーズは特に変えないんですけども、もう少しだけエレキギターっぽくニュアンスをつけて弾いた場合、聞いてみてください。まあこれでまあいわゆるこう、なんですかね、スタジオっぽい感じと言いますかね。大きく印象は変わらないんだけど、ちょっとギターが上手くなったみたいな、そういう印象になりますね。おおむねこういうので大体大丈夫かなっていう気はしています。じゃあケース3ですね。これはですね、ギタリストがやってしまいがちな頑張りすぎちゃうパターンみたいなのあるんですけども、ちょっとそれをやりすぎっていうのをちょっと聞いてみてください。お聞きいただいた通り、ここまで熱い感じだと曲の世界観とちょっと違いすぎちゃって、ちょっとこれはお呼びでないっていうね感じになってしまう。あえて狙ってやる場合はありなんですけども、まあ、ちょっとそれはやりすぎですね。で、次のパターンと、念のためちょっと別パターンっていうのもちょっとくれないかという時に、これはすごく難しいんですけども、例えばお前のパターンね、あのくらいのこう熱量なんだけども、もうちょっとフレーズとかもギターっぽく変えちゃってもらえますかっていうような時には、そこが割とあれですね、腕の見せ所っていう、腕の見せ所ってわけじゃないですけどね、まあセンスが問われるところではあるんですけどね。例えば僕だったらこんな感じに弾くかなっていうのを、まあちょっと一つ聞いてみてください。こういう感じで、まあここはちょっと自分っぽい感じが少し出ちゃってるかなっていう、とはいえあまり世界観は壊さずにっていうね、もうこの塩梅が微妙な塩梅が難しいんですけども、これはもう打ち込む方も弾く方も参考にしていただければと思います。そんなわけでまた次回では。